ではブリーフィングを開始します。全支配領域に存在するミサイル発射施設が正体不明の武装勢力に占拠されました。全および全ネーションから当該施設の破壊オーダーが発令されています。現在目標施設は沈黙していますが、いつ稼働を開始してもおかしくない状況です。可及的速やかに準備を完了し出撃してください。聞いたか兄貴、ミサイル基地だとさ。呆れて開いた口が塞がらないな。ゼンは何のためにそんなもん作ってたって言い訳するつもりなんだ。当該施設は明らかに条約違反ですが、オービタルが認知する以前に施設を破壊する旨のオーダーを発令しており、それとともに所有権を破棄しています。だから理由は聞かないっていうのか。おためごかしもいいところだろう。ゾア、そんなことはどうでもいい。作られちまったものは仕方ないし、ぶっ壊せばいいってこった。それはそうだけど、施設を占拠した武装勢力ってのも気になるな。ミサイル基地なんて奪って何をしでかすつもりだ。いずれも特定できません。情報不足です。目標施設の武装レベルについては現在全に問い合わせ中です。知ったことじゃねえな。よそじゃグリーフの反乱がどうだ、オービタルの極秘研究がどうだとうるせえが、心の底からどうでもいいぜ。悪さをする奴は全員ぶん殴って黙らせるだけだ。ミサイル基地をぶっ壊してそこに居座ってる連中をぶっ潰せばいいんだな。その通りです。兄貴、いくらなんでも。おい、ビビってるのか。俺たちスティールナイトの力見せてやろうぜ。よし、オーダーはスティールナイトが受ける。面倒ごとはバレットワークスに任せておくさ。僕たちは悪者退治だ。ルーキーももちろん来るよな。お前を当てにして待ってたんだ。アーセナルの準備ができたらすぐに作戦エリアまでぶっ飛ぶぞ。兄貴、敵が誰なのか不明なんだ。準備は怠るなよ。急げよ。もたもたしてると置いていくぞ。フェムト粒子の濃度は軽微、レーダーに影響はありません。各機のデータリンク開始、正体の通信回線を開きます。オーダーを開始してください。あれが目標のミサイル発射施設、占拠した武装勢力。レーダーに反応はありません。周辺エリアの詳細探査を行いますか。いや、必要ない。ちょっとばかり拍子抜けたが、オーダーは施設の破壊だからな。ここから全弾ぶっ放せば済む話だろ。盛大に行こうぜ。3、2、1、撃て。目標施設への被害は軽微、ほぼ無傷です。おい、どんだけ硬いんだよ。こりゃ内側からぶっ壊すしかねえな。今侵入経路を探す。なんだ、レーダーには何も。挨拶もなしに失礼した。しかし
あの施設を破壊されるわけにはいかないもの。てめえ、ウエストセブンのカンフーマスターか。おや、私のことを知ってくれているとは嬉しいですね。カンフーマスター、いい二つなんです。野郎すかしやがって。ゾア、立て直せるか。これくらいなんでもないよ。くそ、ステルスで待ち伏せしていやがった。ミサイル発射施設を乗っ取ったってのは貴様らか。今すぐ逃げ出すなら見逃してやる。乗っ取った？どうやら何か行き違いがあるようです。私たちは正当なオーダーのもと施設の防衛を前から委任されています。オービタルに確認を取った方がいいでしょう。万が一そちらのオーダーにミスがあれば罰則を受けるのは君たちです。ああ、そうかもしれないが、殴られっぱなしっていうのはどうもね。レバ、ルキ、オーダーを開始するぞ。私の話を聞いていたんですか。これはどう考えてもオーダーミスです。オーダーなんか関係あるかよ。ミサイルの発射口はどこに向けられてる。ミサイルがどこに落ちようと苦しむのは弱いものだ。だったらそんなもの依頼されなくてもぶっ壊すしかねえだろ。陥落に過ぎます。傭兵資格を奪われるかもしれないんですよ。あいにく僕と兄貴は傭兵じゃないんでね。では何だと言うんです。僕たちは正義の味方だぜ。それが君たちの守るべき矜持というわけか。レーダーに新たな敵影を捕捉しました。注意してください。誰かと思えばヒーローのお出ましというところかしら。援軍か。これじゃ施設に近づけねえ。こいつらをぶっ潰す方が先か。さっきミサイル基地なんて破壊すべきと言った。正論ごもっともだわ。そう思うなら撤退しろよ。今ならお尻ペンペンで許してやる。牛図が走るわ。私はね、あんたみたいなのが大嫌いなの。戦場に正義なんてものはないってこと教えてあげるわ。ダメージが大きい。ネーブレス、離脱する。さらに敵アーセナルの増援を確認しました。俺たちの邪魔をする奴は俺から。こりゃまた話が通じなさそうなのが出てきやがった。おっさん、自分が何をしてるのか分かってるのか。そいつからミサイルが発射されればあんたは世界中から憎まれることになるんだぞ。それでも俺の居場所はここにしかない。他の連中はみんな俺を見て怯える。そうじゃなきゃ銃口を向けた。仲間のために戦うんだな。説得はできないのか。なら全力でかかってこい。分かってるよ。敵の増援だろ。その通りです。機影からリーパークと思われます。団長自らお出ましかよ。ウエストセブンって割には4人目でキングのお出ましとな。招待各機交代でベースへ戻り、補給と補修を行え。積極的に攻める必要はない。敵の消耗を促す。その後殺せ。さすが名将リーパー。勝つためなら汚い手も使うんだな。そいつは全が国費で作ったクソ以下の破壊兵器だ。オーダーだからってそんなもんを守るんだよ。俺が守っているのはミサイル基地でもオーダーでもない。じゃあ何だってんだ。
話す必要はない。我々を止めたければ実力で止めてみせる。気が合うじゃねえか。死んでも文句言うんじゃねえぞ。そういうのが趣味だ。Come on.
あなたにはお似合いよね。今ので目が覚めた。ありがとう。で終わりってわけじゃないんだろ。手下を呼びな。この際だ。全員まとめて相手をしてやるぜ。団長殿、仕事は済んだ。絶対命令を出せ。クロンダイク、聞こえなかったのか。旅団全機に命令する。即座に基地を捨てて撤退しろ。今すぐにだ。次の相手はあんたか。武装の安全装置を解除しなよ。最近のヒーローは丸腰の相手に銃口を向けるのか。私は戦うつもりはない。それどころかお前らの手間を省いてやろうというのだ。なんだって。どういうことだ。こういうことだ。よっ、なんだ。目標施設の破壊を確認しました。オーダーを達成しました。待てよ、待て待て。どういうことだ。え、何をしやがった。こんな下びたものは破壊すべきだという点では同感だ。前は二重オーダーという違反を犯してまでこの施設を守りたかったようだが、あれを独り占めしようとは少々虫の良すぎる話だろう。あれ？何の話だ。リーパー、お前が時間稼ぎをしてくれたおかげで目的のものは手に入った。喜んでいいぞ。グリーフは約束は守るそうだ。グリーフ？なんであいつの名前がここで出てくる。そこにいるルーキーなら知ってるんじゃないか。貴様らがそれの何を信用しているか知らないが、そいつはこっち側だ。ゲームに参加するのは自由だが、ルールを読み違えんようにな。ルーキーが何だって。リーパー、行くぞ。約束の時間に遅れたくない。分かった。おい、待て。敵アーセナルがレーダー探知区域から離脱しました。何がどうなってるんだ。さっぱりわからねえぞ。ここに突っ立ってたって仕方ない。とりあえず戻るしかない。おう、帰還するぞ。了解しました。帰還シーケンスを展開します。